当社会の発言はあくまで個人的な見解であって日本政府の見解ではない、そのことは明言したいと思います。総理の靖国神社参拝については総理ご自身が謙虚に礼儀正しく誠意を持って説明をし理解を求めていく考え方である。2月19日水曜日、時刻は19時を回りました。東京 FM タイムライン、こんばんは、上杉隆です。東京 FM 今井博美です。ニュースプログラムタイムライン、水曜日はジャーナリストでメディアカンパニーノーボーダー代表取締役社長の上杉隆さんと、この後19時54分までお送りしてまいります。上杉さん、今夜もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかギリギリでしたね今日もね。危なかったですね。いらっしゃいましたがなんとか間に合った感じでね、今日はね、はい、本当は実は結構早く着いてたんですよ。でちょっと会合が入ってインタビューが入ってその後会合があったんで、会食の最中途中で抜けてきてまた終わったら戻る感じなんですけど、いずれしろまあいろんな仕事があってよかったなとしみじみ思いました。先週からねまたジャーナリスト活動復活、はい、されていますけども、はい、今回もジャーナリスト活動の一環ということだったんですか。そうですね、なんか分かりにくいんですけど、はい、あえてね日本のメディアではあまりないんですけど回転ドアというものをやってこれでまあ4回目になりますけど、はい、そういうような形で権力側に入った時とかあるいは別の仕事をした時はちゃんと1回ペンを置くと、そしてまた戻ってきた時にはやるということを、まあ、示すっていうけじめをつけるという意味であえてやってるんですが、今はジャーナリストとしてタイムライン、をお届けしております。はい、今日この後ね、その都知事選挙にも出馬された方をね、はい、スタジオにお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日もさまざまなニュースが入ってきましたが、あなたにとって大切なニュースは何だったのでしょうか。2月19日のタイムラインです。ノバルティスの本社を家宅捜索です。血圧を下げる薬ディオバンの臨床研究をめぐり、データの改ざんに基づく不正な論文を広告に利用した疑いがあるとして、東京地検特捜部は薬の販売元の製薬会社ノバルティスファーマを薬事法違反の疑いで家宅捜索しました。ノバルティス側がデータ改ざんへの関与を否定しているため、厚生労働省は地検に告発状を出していました。大雪による各地の孤立状態は徐々に解消に向かっています。関東甲信と東北を襲った記録的大雪による被害への体制の拡充を決めた自衛隊や各自治体は、道路の通行止めで孤立状態になっている山梨県などの住民のため、食料や燃料、薬品といった物資を搬送しました。山梨県などによりますと、100人以上が孤立する大月市では自衛隊のヘリコプターが食料などを順次搬送しました。一方、大雪被害について古谷防災担当大臣は、激甚災害に指定できるかどうか早急に判断したいという考えを示しました。政府は早急に判断したいと言いますが、あまりにも遅すぎる対応です。14日の夜から降り続いた、この雪ですが、山梨県内では15、16と車中に泊まる人が続出したにもかかわらず、政府は基本的に動いてないと。週明けの月曜日に慌てて安倍総理が15日に遡っての対策ということを言った、その言葉自体が、今回の危機対応の遅れ、そしてその間安倍総理は基本的には指定、でくつろぎ、まあ、夜は今問題になってますが天ぷらを食べに行くという余裕の対応を示したということなんですが、危機対応に強い自民党政権に投票した人たちは失望しているのではないかと、そういうふうに思います。江藤誠一総理補佐官が動画サイト YouTube に投稿した国政報告の中で、安倍総理の靖国神社参拝に対し失望したという声明を発表したアメリカ側を批判していたことが分かりました。江藤補佐官のアメリカ批判について菅官房長官は、あくまで個人的な見解だ、日本政府の見解ではないと述べました。その後、江藤補佐官は政府見解との誤解を与えるためとして発言を撤回する考えを記者団に明らかにしました。同じく安倍政権に期待していた人はここの点も失望したのではないかと思います。3年にわたる民主党政権でアメリカとの関係が崩れた、ということで、安倍政権に対しては日米関係の強化ということを求めた声は、この江藤さんの言葉のみならず、安倍総理のこれまでの政権の発言によって、
大使ケネディ大使が、いろんな形で否定的な発言行動をしているということにつながっているという意味では、日米関係外交を含めて安倍さんが得意とするところで大きくつまずいたニュースではないかと思います。ウクライナの混乱は25人が死亡する最悪の事態に発展しました。野党勢力の反政府デモが続くウクライナの首都キエフで18日デモ隊と治安部隊が再び衝突し、治安部隊は首都中心部を占拠する野党勢力の強制排除に着手しました。ウクライナ保健省はこの衝突で25人が死亡し350人以上が怪我をしたと発表しました。野党側が銃を使用したという情報もあります。一方、多数の死者が出たことを受けてアメリカのバイデン副大統領はウクライナのヤヌコビッチ大統領との電話会談で深刻な懸念を表明しました。ソチオリンピックフィギュアスケートの女子ショートプログラムはこの後日本時間の深夜0時から行われ、悲願の金メダルを目指す浅田真央が登場します。浅田は最後の30番目に登場し、鈴木明子と村上佳菜子もメダルを目指します。一方、スノーボードの女子パラレル大回転は決勝トーナメントが行われておりまして、予選をトップで通過した竹内智香は準々決勝へと進んでいます。今井さんに今日2月19日のタイムラインを伝えてもらいました、はい、が、なんかね、安倍政権が得意とする分野でどうも失点を重ねているようなニュースが2つありましたよね。一つはやっぱ危機対応に強いということで、はい、その期待感を裏切るような形でこの大雪、特に山梨県、あるいは長野県、埼玉県などの地域、東京都もそうですが、うん、そういう人たちにとっては、死者まで出てしまうような状況の、まあ、導いたというか、その責任を言ってもあるんじゃないかと、これから国会でも言われてますが、それがあると。でもう一つは日米関係ですよね、はい、ここの部分やっぱりそれを期待すると、民主党の部分ではですね、あまりうまくいかなかったその関係を改善するというところで期待されたところが、共にダメだったと、共にねやっぱり得意とする分野でつまずいたということなんですが、あとね、まあ、得意とする分野でつまずいてほしくないのは今日の夜、そうなんです、ありますが、ニュースでもお伝えしましたが、はい、ソチオリンピックですね、フィギュアスケート女子はあと5時間後にね始まるんですね。注目は何といっても悲願の金メダルを目指す浅田真央選手、しかしその前には最大のライバルキム・ヨナ選手らが立ちはだかります。あれから4年、再び火花を散らすライバル対決を前に、現地措置はどんな様子なんでしょうか。今夜ピックアップするのはライバル対決、いよいよ最終章へ。団体戦では自分の練習してきたことを発揮することができなかったので、団体戦が終わってから自分の気持ちがあまりコントロールできないままずっと過ごしてきていて、まあ、ちょっと不安のある中でこっちに入ってきたんですけど、でも、まあ、昨日今日とすごくいい状態でできているので、まあ、ソチに入ってくるまでにしっかり日本で練習ができているので、それを信じてやっていけば大丈夫なのかなっていうふうには思っています。17日に行われた浅田選手の記者会見、まあ、自分を信じていれば大丈夫じゃないかということをね、語っておりましたけども、この時間ソチの柴田幸子アナと電話がつながっています。柴田さん。はいはい、今井さん、上杉さん、いよいよですね、調べに乗せてどんな演技が行われるのか楽しみではあるんですけれども、はい、その前にですね、今井さん、はい、今のニュースでもお伝えしていましたけれども、あのスノーボードのパラレル大回転、私ちょうど今取材をしていまして、はい、そこから戻るバスの中なんですがね、竹内選手予選をトップで通過していますから、そうなんですよね、かなりメダル期待できますよ、決勝トーナメント1回戦勝ちまして、今だからベスト8までも進んだということになるわけですよね。ベスト8まで、はい、で、はい、このベスト16の段階でももうかなり差をつけて2、3秒だったかな、差を結構つけてですね降りてきましたの で、 そうでした。今のところダントツでこう先頭を走っているような状況ですね。これ楽しみですよ。さあ、そのですね、うん、スノーボードも気になるんですけれども、はい、今夜はですねフィギュアスケートもあるということで大変な状況なんですけども、はい、熱戦がこれ連続いているソチの中で、この女子フィギュアへの注目度どんな感じなんですか。やはりですね、もう女子フィギュアは男子の注目度で言いますとやっぱりアイスホッケーかなり人気なんですけれども、そうですね、
女子で言いますともうダントツにフィギュアスケートですね。そうなんですね、まあ、そんな中で、はい、うん、浅田真央選手への現地の評価、はいはい、どんな感じなんでしょうか。やはりですね、まあ、彼女がソチに入ってきた時なんかはものすごいその注目度だったんですが、ここに来て、まあ、団体戦を終えてと言いますか、地元のね15歳のかなりこの新人の女の子がですね、はい、今大注目を浴びておりまして、うん、多分そちらでも報道されていると思うんですが、リプニツカヤ選手、うん、はい、彼女がですね、もう新聞も今どの新聞でも大体彼女の記事しか出ていませんし、そうなんですね、あとはテレビをつけてももう彼女のことばかりですね。オリンピックの、まあ、地元の報道ですと、もうフィギュアの映像が繰り返し繰り返しこちらでも伝えられている、流れているというような感じです。リプニツカヤ選手ね、うん、こう団体戦でね、かなりいい演技を見せたということで、はい、これかなりね評価が急上昇ということですけれどもね、やっぱりこうオリンピックシーズンってここに来てぴったりとこう調整をね、うまく調子を合わせてきた選手が金メダルをさらっていくというようなことが、まあ、ソルトレイクの時のサラ・ヒューズ選手もそうですけれども、うん、結構あったんで、そういう意味で言いますとやっぱり調子がいいのはこの地元ロシアのリプニツカヤ選手というふうに言えそうなんですよね。やはりホームアドバンテージというのもね、これスポーツの世界ではかなりありますからね。あります。特にですね、まあ、フィギュアファンの方に聞いたんですけれども、ロシアとフランスって地元の応援がもう他と比べもならないぐらいすごいんですって、うん、で私もここに来て何が一番驚いたかって、その会場中のもうアウェー感がすごいんですよ。で男子の時には、まあ、地元の、ね、プルシェンコ選手棄権してしまったということで、かなりホームに近いような状況になったんですけれども、はい、もう女子はですね、このリプニツカヤ選手の応援にもうかなりの地元ファンが駆けつけるというふうに見られていますので、そうすると、まあ、経験豊富な浅田選手ですから大丈夫だとは思うんですが、かなりそのアウェーの中でやらなければいけないという厳しい状況には変わりないようなんですよね。リプニツカヤ選手は浅田選手と同じ5組ということでね、その中で浅田選手がどう演技するかというのも注目ですが、うん、まあ、あとライバルと言いますとね、はい、やっぱり韓国のキムヨナ選手ということになるかと思うんですが、はいはい、日本のメディアも、まあ、このフィギュアに関してはかなり苛烈気味というのはありますけども、これ韓国メディアも大変なようですね、はい、すごいんですよ。私もですね、実は浅田真央選手がソチ入りした時に空港に取材に行っていたんですけれども、はい、その時日本のカメラよりも多く押し寄せていたのが韓国のメディアで、8割ぐらいがですね韓国のメディアのカメラだったですかね。そしてもう日本のメディアがですねびっくりするぐらいの勢いで浅田選手を追いかけます。私もその中に入ろうとしてですね3メートル飛ばされましたから、やはりそれぐらいの勢いですね、なんとしてでも彼女のこう今の状況はですねカメラに収めようということで、もその過熱ぶりというのがですね、やはりこうメディアを取材しているものから見ても伝わってきますよね。柴田さんが3メートル飛ばされるというのはかなりの衝撃ということだと思うんですけどもねそう、私そういうの割と強い方なんですけれども、初めてそんなに飛んだというそんな経験をしました ね、 その時にリプニツカヤ選手もその韓国のメディアにちょっとこう切れ気味な様子が伝わっておりますけれどもね。そうなんですよ。それぐらいだから韓国のメディアというのはかなりもうその報道が過熱しているといいますか、結構ですね怖いぐらいな勢いですね、うん、まあオリンピックで盛り上がって結構加熱するのは、実は日本のメディアはね以前、はい、そういう海外行くたびに加熱して怖がられてたというんですがそのお株を奪われるようなことが今度韓国メディアに移ったんですね。そうですね、もう完全にお株は奪われてる状況です、まあ、奪われた方がいいお株かもしれませんけど、はい、そうですね、あれですか、ノルディック複合とかの映像を見てると雪がないじゃないですか、まだ未だに。あったかいんですか。暖かいんですよ。今日はまだ少し寒さ戻ってきたんですが、3日4日ぐらい前まではですね17度ぐらいまでこちらありまして、気温が、そして山の方に行ってもですね、うん、私がそっち入りした3週間ぐらい前には、まあ、氷点下に入っていたんですけれども、ここのところ5度とか6度とか昼間だと10度以上山でも上がる時がありまして、結構そういう意味では雪質がですねだいぶこうみぞれに近いような、それが溶けてしまってかなり、まあ、滑りにくそうだなという印象は受けますよね、うん、だから日本は逆にね、うん、大雪で大変なんですよ、ここのところ。そうなんですよね、ねえ、そちらに降らないでこちらに降っちゃったのかと。あ、ちなみに、はい、ちなみに日本の応援団の方なんて
家も結構いらっしゃってるんですか。すごいんですよ、日本の応援団の方、特にフィギュアスケートは、この前の男子のフィギュアスケートのフリーの日ですね、あの日はですね、もう会場出たところは日本のファンの人しかいないような状況で、どこを歩いても日本人に当たるというような、そんな状況でしたよ。もうね、かなり皆さん暑くて旗だったりですとか、あとこういうなんかの看板みたいなものをですね、大きく頭の上に掲げていろんな応援をされてましたけれども、とにかく熱い声援を送ってらっしゃいました。羽生くんの金メダルの時の頃ですか。はい、あ、そうですそうです、はい、羽生選手のファンも、はい、あと高橋選手のファンもね、たくさんいらしてましたね。うん、柴崎のファンは、うん、まあ、ゼロでした。そうです上杉さん、それ聞きました。ところで、今回はスクープないんですか。はい、先週大スクープ取ったじゃないですか。今回もですね、まあ、ありますけれども、結構タイムラインの前にいろいろ喋っちゃってるんですよ。あ、そうなの、上杉さん。そうなんです。いろいろでも音楽の話とかね、タイムライン用に聞いたんじゃないの、あれ。あのこの前ね、先週はほら、はい、スノーボー、そうですね、平野選手と平岡選手ね、はい、何を聞いてたかと、って言ってね、はい、聞いた曲と、しかも演技中もね、iPod を胸に入れてたという、そうなんです、大スクープをね、うん、飛ばした柴崎だったのに。あ、じゃあ上杉さん、これはどうですか。フィギュアスケートも、トレーニング時間といいますか、練習に直前まで皆さんこう耳にイヤホンをつけて振り付けの確認とかをされてるんですよ。多分そういう映像を見られた方多いと思うんですけれども、でこうフリー、この振りのね、演技の練習をしてるんで、大体その使用曲を使ってると思う、聴いてると思うじゃないですか。そうでしょ。いや、違うんですよ。それが羽生選手に聞いたら違うんですよって言い回されながら言われまして、ね、この後出てきますんで使わせていただきますんで。あ、そう。出てじゃあ上杉さん、それ聞いて確認してください。これね、結構スクープですよ。他ではどこにも、ま、そうですよね、はい、じゃあ楽しみにしておきますよ、はい、最後にします、ね、今回ソチオリンピックを最後に浅田選手もキムヤナ選手もその現役をね退くというような意向を示しておりますので、これ、まあ、本当にライバル対決最終章へとつながるわけなんですが、はい、見どころ柴田さん、どのあたりと見てますか。私はですね、やっぱりそのライバル対決の間にですね、どうこの地元ロシア勢が割り込んでくるかという、多分もう三つどもえ、それから四つどもえ、イタリアのね、カロリーナ・コストナ選手も、はい、多分今回でも引退ということでね、そのあたりがどういう風にこう絡んでくるか、そしてこのショートプログラムで浅田真央選手がまずはトリプルアクセルを成功させるのかどうかっていう、そこでこう成功させるとまた勢いに乗ってくると思いますので、ぜひ、ね、そこは注目して見ていきたいと思いますよ。はい、この後もじゃあ柴田さん、はい、取材予定ということになるわけですかね。そうです、はい、現地会場に向かいたいと思います。取材そして応援ということでよろしくお願いします。はいはい、柴田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう、この時間はライバル対決いよいよ最終章へをピックアップしましたということで、上杉さん、柴田さんのねスクープインタビュー、これ登場します。一足先にね、競技を終えたフィギュア男子ですけれども、この曲に合わせてね、ショート踊ってましたね。金メダルを獲得した羽生結弦選手が柴田アナのインタビューの中で、金メダル獲得直前に聴いていた曲と女子選手たちへの応援メッセージを送ってくれました。オリンピックのあの金メダルの直前には何を聞かれてたんでしょうか。バックナンバーっていうアーティストさんのフィッシュっていう曲を聴いてました。僕は音楽がないと多分生きていけないぐらい大好きなものなので、いつも口うさみながら、いつも助けてもらってます。これからいよいよ女子がまたスタートしますけれども、女子の皆さんに向けて何かメッセージをいただけますか。もう本当に頑張ってほしいっていうのが一言、一番伝えたいのと、あとは僕ができること頑張ったと思うので、とにかく日本人として、日本人の一員として、僕も一生懸命応援します。バックナンバーでフィッシュでした。中央大学教授の山田昌弘さんの著書、なぜ日本は若者に冷酷なのか。去年11月に出版されたこの本は、若者が強者だった1990年頃と比べて、今は定職に就けない若者が増え、ホームレスやネットカフェ難民、生活保護を受けるところまで追い込まれている。こうした若者をめぐる問題を描いたものです。上杉さんもね、1990年頃にちょうど青春時代を過ごされた世代だと思うんですけども、今の若者が置かれている状況についてどういうふうに思われますでしょうか。まあね、これ人生2回生きられないんで比較はできないから、それぞれが若者が、まあ、生きてる青春時代少ししかないんですよね、うん、ただ今ちょっと気になったのは、定職に就けない若者が増えてるかなっていうんですけど、
別に定職つかなくてもいいんじゃないかと、なんかね定職つくことが正しいっていう、はい、観念が強すぎるのかなと思うんですよね。いろんなね物事をチャレンジするっていう意味では、うん、いろんな職業に就くっていうのも一つなんで、なんかあんまり固まっ若者はきちんとした方向に行くっていうんじゃなくて、もっと緩やかな、形でもっと自由にもっと多様性のある価値観でもってその時々の時代を生きればいいんじゃないかなと思いますけどね。そうした点でもですね、この CM 注目を集めているようなんですね。生活のレベルが親世代よりも低下して就職以外の選択肢がないと思っている今の若者の目に、この話題の CM はどう映っているんでしょうか。誰だ人生をマラソンって言ったのは。今感動的だと話題になっているリクルートの CM。 人生はマラソンだという朗読とともにマラソンシーンが始まり、途中でランナーが走るのをやめ、本当にそうかと問いかけます。それを横目で見ていた他のランナーたちも、誰が決めたコース、誰が決めたゴールなんだよと様々な方向に走り出します。家に帰って寝る者、旅に出る者、結婚式を挙げる者、最後にランナーの誰だ人生をマラソンって言ったのはというセリフで、この CM は幕を閉じます。この CM を見た若者が感じることは勇気なのでしょうか、それとも大人に騙されてはいけないという不安なのでしょうか。マラソン以外どうすればいいの。タイムラインでは今週と来週2週にわたって今の若者が置かれている状況、社会の問題点について考えるヒントを投げかけていきます。3日目の今夜は第3話、若者の居場所とは何か、家入一馬が東京で起こす革命に迫る。いやまあ正直、まあぶっちゃけ悔しいですよ。なんでみんな僕に入れないんだろうね。おかしいじゃん。まあ、今回他の候補者の方々見てるの分かるように、結局今の政治って、今の社会って、まあお年寄りがお年寄りのためにやってるだけなんですよね。僕らの声なんて聞いてない。だから僕が泡沫として扱われたように、若い人たちも今またその泡沫として扱われちゃってるんですよね。どうせ投票に行かないだろうとか思われてるから、若い人たちの声なんて聞く必要ないんですよね、今の政治家の人たちは。でも結局僕らが動かないと何も変わんないんですよ。若い人たちが、僕らが動いて声を上げて、どんどんいろんなものを変えていく、いろんな政治を変えていく、アップデートしていく。だからそのためには僕一人じゃやっぱできないし、引き続き皆さんの力が必要だし、一緒になって声を上げていろんなことを変えていきたいなと思っています。若者の居場所とは何か、家入一馬が東京で起こす改革に迫るということで、今夜スタジオには連続起業家で先日の東京都知事選挙に立候補した家入一馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今聞いていただいたのは今月の9日ですね、東京都知事選挙で舛添さんの当選確実が出た直後の家入さんのコメントだったわけなんですけどもね。はい、ということで東京都知事選、家入さん出馬して、私は反対側というか、はい、別の陣営の選対に、はい、あ、そうなんですね。地位入ってたんですね、はい、細川さんの、ああそうなんですね、はい、ということで、敵対関係にあったわけですが、まあ、選挙終わればノーサイドです、はい、で、やっぱ注目してたのは家入さん出たんだと、はい、ちょうどね先週かな先々週かな、初公空間この番組で家入さんの本を取り上げたんですよ。ああ、本当ですか。これありがとうございます。バカ、はい、ドジ、間抜けの成功者だったっけな。 ありがとうございます。でそれでその直後に出馬されたんで、はい、おっと思ってたんですが、出ちゃいました。改めて今回の都知事選、はい、まあ、候補者としてという体験なんですが、はい、振り返ってどうでしょう。そうですね、今回割とネットを使って選挙を戦うっていうところに振り切ったところがあって、まあ、そこにおいてはなんか割とネットで面白いことできたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、結果としては5位っていう形で終わって、8万8000票ですね、まあもうちょっと行きたかったなというか、うん、まあ、力不足だったなっていう感じです、うん、はい、振り切り方見てて気持ちいいなと思ったのが、はい、夏の参議院選挙から公選法の規定でネットが解禁されたんですよね、はい、今回。
でその時はあの三宅洋平さんとか、はいはいはい、山本太郎さんとかいわばネットに強いと、はい言われている人が、まあ、その票を集めたというふうに言われてますが、はい、ゆりさんの場合はもうそれ以上に完全にもうネット中心の、はい、そうですね、あれはもう戦略的にっていうか、そうですね、例えばあの最初出た時制作がなかったんですね僕、うん、でそれで叩かれたりもしたんですけど、あのツイッターを使ってみんなから声を集めることで政策を作るっていうのは、出馬前から考えていたことではあったんですけど、うん、それ以降 その例えば街頭演説をしないとか、街宣車でこう名前を連呼しながらあの走ったりするじゃないですか、うん、ああいうのしないっていうのは単純に、資金的なものだったり、あと僕が恥ずかしがり屋だっていうところでやらなかったり、そういったところですね、はい、なんかあのその後にインターネットをっていうのを、はい、立ち上げました。これもう普通に政党として届け出してるんですか、はい、そうですね、政治団体として立ち上げましたね、はい、なんかそれ見るとまあ当然ながら堀江貴文さんも入られ、はいはい、そしてあの宇野さんとかも入ってるのかな、あそうですね、応援していただいてますね、っていう形で入ってるんですけど、はい、これはやっぱりもう今度選挙終わって新しいところで、はい、今後のいわゆる選挙というか日本の政治を見据えて、はい、ついに足を踏み出したと、ね、そうですね、ネットを使うことで実現できることってたくさんあるのかなと思っていて、その先ほど言ったように、うん、みんなの声を聞く形で政策を作るっていうのは今まで誰もやってこなかったんじゃないかと思っていて、そういったその、ね、ネットを使って直接的にこう民意を吸い上げていくというか、民意を反映した政策をこう僕らの声をどんどん、代弁していくというか、なんかそういったものをやっていきたいなと思って今回団体を作ったですね、なるほど。これ僕らという形で、はい、八重さんよくおっしゃいますけど、はい、この僕らっていうのはある程度その、どっか若者とか年齢層とかを固定して考えてるんですか、はい、あそれはよく言われちゃうんですけど、たまに僕もそういった感じで言っちゃうこともあって誤解されるんですけど、やっぱり、うん、あの僕らっていうのは僕も含めてその、まあ、主権者である、まあ、僕らですよね、国民というか、うん、まあ、全てです。なるほど。で全ての国民というか僕ら、まあ、僕らみんなとかっていうとちょっと遠い感じするんですよ、うん、皆さんとかみんなとかっていうと、なんかみんなのなんとかって党もありますそうですそうですそうです、なんかそうなっちゃうので、なんかもうちょっと近い距離で僕らっていうふうに言ってるんですけど、なるほどね、うん、あのイメージ的には今回の選挙中ずっと見たらやっぱり若年層、はい、若者層が家入さんの方の、はい、まあ、支持というか特にネットの中では、うん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 、非常に強いなという気がしたんですが、はい、その若者層が政治の現場において結構軽く扱われていると、そういう現状というのは実際候補者として感じました？そうですね、特に僕は全然政治の世界の人間でもない人間なので、うん、まあ、より感じたというか、やはりその例えば政党さんとかだと、そのある政党だとこう支持団体とかあったりするわけじゃないですか。だからある程度その若い層が票投票行かなくてもなんかもうある程度票が見えてるじゃないですか、うん、だったらもうね、なんか若い人の声聞く必要もないわけですよね。だそうやってどんどん政治不信っていうのが今までこう、まあ、そういったのが原因で政治不信が、若者の政治不信っていうのが起きてるんじゃないかなと僕は思ったので、今回そのみんなの声を聞くっていう形で政策を作ったのは、そのあ俺らも声上げていいんだと、なんか俺らの声をその政策にちゃんと、まあ、代弁して政策に落とし込んでくれる人がいるんだって思ってほしかったっていうのがすごくあるんですよね、うん、88,936票、はい、まあ、これ多いと見るか少ないと見るか、まあ、これ人それぞれですけど、はい、その若者が政治に入っていかないというのはこれまあ言われて久しいんですけど、はい、今回このネット選挙、知事選では都知事選ではまず初めてなんですね、はい、でそれでさらに東京都というのはやはり他の都道府県と比べると意外と若年層の年齢層が高いと、そうですね、うん、いうこともあって、はい、少し期待を持てるかなと思ったんですが、はいはいはい、これを今後どういうふうな形で若者の方に落とし込んでまた広めていくかっていうのは、なんか具体的な方法論っていうのはあるんですかね、はい、そうですね、やっぱ今回設立した、インターネット、うん、まあ、これも名前ちょっといろいろ言われたりするんですけど、はい、インターネット昔なんかこれ数年前に誰だっけな、津田じゃなくて水道橋博士かな、あ言ってました、なんか言ってたような、あマジですか、気がしないと思うにはあれあの誰か言ってた、いました、ツイッターで流れてたら見てたんですけど、はい、インターネットの党が党になってるっていう、別にどうでもいいですよ、はい、そうですね、あの、今回その、皆さんの声を聞いて120の政策を作ったんですよ、でその政策をもう都政とか都知事じゃなくてもできることって実は結構あるので、まあ、そこをガンガンやっていこうかなと。で今回居場所を作るっていう、一応
政策を謳ってたんですけど、例えばシェアハウスを作って、お年寄りと若い人が一緒に暮らしていくシェアハウスとか、そういったのは本当はなんかまあ都営住宅とかそういう形でやったりとかしたら面白いかなと思ったんですけど、まあ民間でもできるなということでやっていこうかなとか、あとはまあお年寄りの方はそのじゃあネット使えないけどどうすんのって話もあるんで、じゃあお年寄りの方々に若い人たちがもうどんどんネットとかスマホの使い方を教えていくっていう活動もまあ合わせてやっていこうかなとかっていうふうに思ってます、まあ、そのインターネット、ネットのですね、はい、このホームページですけど新東京計画指導、はいはいはい、そこに書いてあるのがバーッと並んでるのが、区長選の選挙日程なんですね、はい、あそうですね、これは、まあ、2014年の6月14日の中野区長選から今後の区長選について全部これ書いてあるんですけど、はい、これはなんか狙いとしてはこの区長をまず、そうですね、まあ、これ勢いでぶち上げちゃってどうしようかなって今思ってるんですけど2020年までに、まあ、今回都知事にはなれなかったけど23区を1個ずつアップデートしていくという形で23区の区長選にどんどん送り込むのか、まあ、なんか応援って形で入るのか、そこは今検討中ですけど、うん、まあ、そのネットを使って、ちゃんと、僕らの、まあ、僕らのその声というかを、聞いてくれる、政治家をどんどん、まあ、政治家というかなんですかね、区長をどんどん擁立していったら面白いんじゃないかなっていう試みですね。まあ、でも実際6月にも中野区長選があるんですけど、そうですよね、はい、まあ、でもよく口だけで終わる人はいるんですけど、実際ゆりさんの場合は今回は行動に起こして、そしてまたやっちゃいましたからね、はい、そして今度またこう党も立ち上げということで、こういうふうに実際に若者自体が動き出すと変わっていくのかなという気もしないでもないんですが、うん、そうですね、はい、まあ、今回そのネットだけで戦ったっていうのは、まあ、その8万票っていうのがいろいろ評価分かれると思うんですけど、まあ、今回ちっちゃなもし穴を開けられたんだとしたら、そこにどんどんこう風を送り込んで少しずつ穴を大きくしていけたらいいななんて考えてます、うん、はい、まさにこれツイッターでもですね、佐々木勝さんから、はい、若者自身で居場所をなくしている感があると、それは投票に行かないからじゃないかというようなね、ツイートもあったりするんですが、あるいは居場所がないのは若者だけではありません、はい、大人だって居場所がないと思いますと、答えなんて分かりません、うんうん、これは46歳、ご結婚されてお子さんも一人いらっしゃる加齢印象優さんからなんですけどね、はい、うん、まあ、そうですよね、私も結構なんかいる場所がなくなってることが多いです本当ですかいやでもこの前そうですね、タクシーの運転手さんも定年退職された後に結局1ヶ月ぐらい家にいたんだけど、やっぱ居場所がなくて、うん、そのタクシーの運転手を始めた、もともと会社員だったらしいんですけど、お、うん、だからね、居場所ないっていうのは確かに若い人たちだけではないのかなって思ったり、でも居場所っていうのは自分で規定して、うん、そこが自分の居場所だと思い込みっていうのはありますよね、うんうん、実際は動いてみると違うと、うん、レールじゃなくてさっきのマラソンの話じゃないですけど、このルートだと思ってるから居場所がないように感じるんで、うん、実はちょっとコースを外れてるりすると居心地良かったりする、そうなんですよね、たくさんありますよね、うん、だからなんか居場所って僕社会との結び目というか接点じゃないかなと思ってて、うん、やっぱ今はその学校と家とかだと、うん、もう本当に学校いじめとかでやめてしまうとすぐに転げ落ちてしまうんですよね、家以外に居場所がなくなってしまう、うん、それがすごく問題なんだろうなとは思ってます。なるほど、わかりました。まあ、ゆりさん自身も連続起業家といって常にね、それこそ居場所を作ってる、そうですね、ビルなんですから、はい、ちなみに家入さんにはですね、この後の初稿空間でもね、お付き合いいただきまして、はい、おすすめの一冊をご紹介していただきます、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、東京 FM タイムライン、今夜は若者の居場所とは何か、家入一馬が東京で起こす改革に迫るをフォローしました。明日は若者が消費しない時代の救世主、マイルドヤンキーの実態をフォローします。さあ、ところで家入さん、音楽もお好きだと聞いたんですけれども、はいはいはい、どんなジャンルの音楽聞かれてるんですかね。そうですね、あんまジャンルにこだわりはないですね、はい、とりあえずテンションが上がるやつを、はい、そうですか、ではここでもね、1曲テンションを上げていただきたいと思うんですが、はい、ご紹介していただけますか。はい、パーティーロックアンセム、LMFAO で。続いてはあらゆる書籍から今を考察する書稿空間です。今夜は引き続き連続起業家の家入一馬さんにご出演いただいております。今夜はですね、そんな家入さんのおすすめの一冊をご紹介していただきたいと思うんですけども、はい、どんな本をご紹介していただけますでしょうか。はい、自分の本なんですけども、はい、僕と、森田正康さんで協調した、
こちらの一緒に書かれた森田さんなんですが、はい、これどんな方でいらっしゃるんですか。ですね、はい、もう本当に僕と反対の人で、僕自身は中2で引きこもりになってしまい、まあ中卒的な感じなんですよ、うん、なんですけど、もうそれ以降学校行ってないので、なんですけど森田さんはもうなんかすごい高学歴、ハーバード行ったり東大出てるのかな、なんかもうとにかく高学歴なんですよね、はい、まあ、いわゆるエリートという方だと思うんですが、はい、こちらの本は、まあ、授業形式といいますか、はい、3次元目4次元目というような形で、まあ、世の中、自分、人間関係、仕事などについて語っていらっしゃるんですよね。はい、そうですね、はいはい、これ全然気にしない技術、どういうことなんですかね。そうですね、全然気にしない技術っていうのは、全然気にしない技術ってことですね。いや、まあその僕その僕が中卒で、その後もなんかまあいろんな経験をしながら今に至るんですけど、はい、まあ、そういった中で、あんまり人のことを気にしなく、こう社会とか世間の目とか、なんていうんですかね、空気とか、うん、そのあんま読まずに生きてきたんですけども、まあ、そういった僕の目から見た、そういう気にしない、人の目を気にしないで生きていく方法と、まあ、森田さんのそのいろんな学歴、高学歴でエリートでやってきた中から、はい、あんま人のことを気にせずに生きてきたっていうのを、まあ、対比して授業形式でやっているというか、家入さんと言いますとね、これツイッターなどでも結構ね、炎上を経験されてらっしゃいますけども、そうですね、はい、そういうのもやっぱり全然気にしないと。これはですね、でも僕最近変わったんですよ。あ、そうですか。昔までは炎上上等っていうか、炎上したらもうとにかくこっちからも絡んでいって、おりゃーっと火を大きくしていくっていうのをやってたんですけど、最近は、炎上はしない、させない、持ち込まない、じゃないや、しない、させない、絡まない、三原則、非炎上三原則みたいなのを掲げてですね、なるべく炎上しないようにしています。その心がね、疲れますよね。無駄ですよね。で、炎症するじゃないですか、周りにも、すごい疲れてしまう。炎症、あんまり生産的じゃないですもんね。そうですね。でも炎上のね、代表である家入さん。いや今回ね、その家入さんとはまあ正反対だという、その森田さんとのお話の中で、はい、まあ、例えば先日のその都知事選挙などに生かされた点っていうのは、生かされた点、そうですね、まあ何でしょう、まあ恥をかいたところで死にはしないってとこですかね。どうせまあ、今回出たことでいろいろ僕は批判されたり、いろんなこと言われたりしてますけど、まああんま気にならないので、これは全然気にしない技術によるものかなと。まあ、そうですね、言う人は何やっても言われますからね。そうですね、てか言いたい人は何言っても、はい、何をやってても言うんで、はい、ただこれ世の中見ると、これね、こうかなり気にする人、いろんなこと気にする人たくさんいらっしゃるじゃないですか。まあ、この本、そういった意味ではどういう人にこれ読んで、どういう点をこう汲み取ってほしいなっていうのありますか。そうですね、やっぱ最初の一歩みたいなのをすごく躊躇しちゃう人っているじゃないですか。でもなんかそれって実は自分の思い込みだったりするんですよ、そのなんか世間の目みたいなものが。だからこれをやったら恥ずかしい思いするかもしれないとか、失敗するかもしれないとか、でも実はその言うほど周りは自分のことなんて見てないので、まあ恥をかくかもしれないですよ、もちろん。だけどまあなんかそんな考えたってしょうがないから、じゃあちっちゃい一歩でもいいから踏み出してみようよっていう感じの本になってます。はい、この帯にもね、半歩前に踏み出すだけで人生が一気に面白くなると。そうですね、いうことが書いてありますけどね、はい、ね、踏み出しても踏み外してもいいんじゃないかと思いますね。そうですね。初稿空間2月19日今夜の一冊は、家入一馬、森田正康、全然気にしない技術でした。家入さんにお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、タイムラインのホームページに掲載されているウェブ限定コンテンツですが、毎週水曜日は気にしないではいられない。今日は新たなゆるキャラを生み出したい人たちがふなっしーを意識しすぎていることへの違和感というコラムを掲載しております。こちらもぜひご覧ください。ふなっしーもね、結構一歩踏み出してますよね。やはりこの一歩踏み出したから、ね、あそこまで人気が出てきたというところはあるんでしょうね。なんだかんだ言って人と違うことをやるっていうのは、うん、日本社会では勇気があるように見られるんですけど、結局踏み出した人間が、まあ勝つこともあるし、まあ、負けることの方が多いけど、でも万年一歩ね、そういう踏み出さないと、変わらないですしね。最初に言ったマラソンの話じゃないですけど、はい、みんなね、同じコース走ってたら1位にならないかもしれないけど、誰も走ってないコースをしれば1位になる可能性高いですからね。
そういう考え方もいいんじゃないかなと思いますね。今日あのイエイリーさんにお越しいただいたんですが、意外だったのが上杉さんとイエイリーさん初対面だったんです ね、 ね、周りの人は、ね、結構いっぱいしてるんですよ、共通のお知り合い結構いらっしゃるようですけども、ご飯食べてる人もね、今日イエイリーさんの関係者と会ったという人とかね、イエイリーさんよく知ってる人とかいたり、あとなんて言ってもね、堀江貴文さんはね、うん、長い付き合いですけど、今回イエイリーさんの選挙の、まあ、参謀というか、イエイリーさんが選挙に出るきっかけを作った人ですしね。でもなんか同世代ということもありますし、あとネットで炎上仲間じゃないですけどそういう経験もあるんですが、まあ、イエリさんもやっぱりいろんな形で外から見てて、はい、いろんな形で一歩踏み出してる人だなと。でそれが日本のこの硬直した社会とかそういう空気を変えるという意味では、ぜひ応援したいなというふうに思いますね。先ほどね、その全然気にしない技術という本をねご紹介しましたけれども、今ツイッターではですね、全然気にしないことを気にしないのは日本社会では難しいよねというようなご意見もありますけれども、難しいんですよね。日本社会はね、同質性を是とするところが強いんで、でも人間ってみんな、ね、よく言いますけど、生まれも育ちも考え方も違うのは普通なんで、違うことを前提に、違うのは当たり前なんだよと、人と同じの方がちょっと違うおかしいんだよというぐらいの感覚になると、そのあたりの一歩の踏み出し方も軽やかになるんじゃないかなと思いますね、はい、上杉さんもやはり全然気にしない方ですか？そうですね、最近気にしなさすぎるんで、気にしたふりをしろと、いうふうに言われましたこの前、はい、どなたから？論文の淳さんから。あ、そうなんですねでも、まあ、気にし、まあ人と違うことがね、何度も言うように普通なんで、それをみんながね、違う足の踏み出し方をすれば誰も気にならなくなるんで、無理にね、歩調を一緒にする必要ないんじゃないかなと思いますよね。東京 FM タイムライン、水曜日の今日は上杉隆と今井ひろみがお届け